皆さんこんにちは、ペーソーでございます。ヤクマ DS ね、続きやっていきましょう。では、半チャン2回の合計でトップを取るという条件ですね。で、パックフラワーがいる。どっちか言ったら見た目はね、モルボルですよね、これ。さて、さあ、カンちゃん引っ張ってほしい、ドラそば。カンウピンでちょっと待ちましょうか。で、なんかと切り替えてね、リーチしちゃおう。ザブトンドラ1、ゴッパチやね。あー違う、ドラスピンやったね、ごめんなさい。ザブトン1級か。これでもなんは頭したくないね、地下勢やから。あー引っ張ったな。あーロソがかぶる。シャタッチかドラタッキーになるんですけどね、狙うとすれば。かぶしちゃえ。 G1、 あよし、サボピン出るでしょ。グラドラが欲しいからね。リーチしちゃったけど、積もった。はい、リーズもなん、見た目はドラ1やけどね。裏ドラドラ、オッケー。マンガン4000、2000の1本バーね。あ、これはやりやすい。いや、射程やん、しかも白チュン積もったらね、ドキドキするけど。チュンはね、ポンでいいと思います。あー、カンちゃん引っ張ってくんのか。いじめ続きちゃってるね。でもウーピン、あーパピンがあんのか。うりゃ、あ、いた。リャンワーが通せない。ここはしょうがないね、勝負かけよう。ちゅそでか。あ、積もった。リーズもチュン、ドラ1。なんとか勝負勝てましたね。今日はツモがいいね。おー危ない。 C なんかしませんよ。
しょうがなかったけど、今ね、今ね、リアピンを切る。でもこの辺だと思うんですよね、マッテンの。絶対。これはああって言ってた、振り寄った、ダブトンの身やね。染め法案やな本日初ドライチで法案ですね。あーすごいなボスパック。
なんドラさんですね。ドラ4になった。うわあ、ボスパックもつい。缶はごめんなさい、ミスです。完全に操作の。だから、ね、ドラ1個よ、まあなんドラさんでも漫画やからね。許してください。ドラ引っ張ったのはいいけど、行かせるとは。うーうそやろ、早いよ。あー積もるんや。しかもちっとい面本ちっといか、跳ねまんやん。うわ剛腕、ほんとに手も早いし。ないよね、あと。無駄相撲がない。うわ2枚で無駄相撲っても。ここで稼ぎたい。悪い手じゃない。まとうしよるけど金図やからな、どう見積もっても。わーチャピンどうすんか。ああ、吸っちゃっそか。ああ、ちょっと考えすぎた。すげえ連発や。
中ピンか、通した通した、中ピンは通した、プーピンが怖い。あーサブロストか、はい、惜しかったな。ただ直撃してちょっと縮めてくれたね。ヤンシャンテン、あ、イシャテンや。スーチュワン、ペンサンゾ、いつもある。あー、いつやな。で、悪い位置やけどね。あーピンフか、ピンって乗るんでしょ、ほら。あー乗らんか。はい、リーチ一発ずもですね。ドラ乗るんかな、乗らない。というわけで、ボスパックンやっぱり剛腕ですね、お強いですね。次回ちょっと盛り返してマイナスにしない限り勝てないな。まあ次回お楽しみにしておいてください。それではさよなら。